武田鉄矢の週刊哲学の時間がやってまいりました。私とともに番組を進行してくださる方はこちらの方です。はい、伊藤さと子です。よろしくお願いします。ということで、先週に続きまして、はい、また木村さんちの奇跡のリンゴ、奇跡のリンゴ、長い長い物語を含んでおりまして、なんか一週ではとてもとても収まらないということで、また今週もということですけども、これはこっちの方はと言いますと、木村さんがお書きになった方なんでありますが、これ木村さんのにまつわるあのリンゴ、木村さん家のリンゴにまつわる商品を買いますと、木村さん家のトレードマークがくっついて、シールでくっついてくるんですね。それが実はここに隅っこにおりますが、虫がおります。これは例のチャクトリムシ君とか、そう、木村さん家の畑に逃げ込んできた虫君たちですね。それとほら警告板にこれ以上増えたら農薬真っ赤だなって言ったら、その書いたボードに卵を産んだそうでした、やっぱりおめえら嫁人だなっていう、その虫でございまして、やっぱりこう奇跡と呼ばれるだけありまして、もう前人未到と言いますかね、小さいことでありますが、この小さいことが実は大きなドラマを持っておりました。私はこの木村さんのリンゴ関係の本を読んでおりまして、胸が痛くなりますのは、木村さんが悪戦苦闘リンゴと戦っている時に、私ちょうどねそのリンゴ畑の近くでね映画の撮影やってたんですよ。あ、そうなんですか。そんなことも知らずに、刑事物語パート2リンゴの歌っていうんですけど、それがちょうど木村さんが苦闘を張ってる時だったね。俺たちは何にも知らずに刑事の物語を撮影してた。でね、あそこのその木村さんもご存知だと思うんですが、アップルロードっていうリンゴロードがありますよね。あそこの十字路にね看板が立ってんのよ。それを俺たち芸能人だから指さして笑いながら通過したことがあって、そのアップルロードの看板にはなんて書いてあったかっていうと、農業よを笑う者に天罰よ当たれって書いてあったんだよね。でこっちはまあ気楽に地方ロケやってたのに、その我々のほんの脇のリンゴの畑の中で壮絶な奇跡の、リンゴを生むための戦いがあってたのかと思うとね、ちょっとやっぱ胸が痛むんでありますね。さあというわけでございまして、早速ゲスト紹介でございますが、レギュラーでございます。東京大学大学院教授の松原隆一郎さんです。よろしくお願いします。やっぱりこういうねちょっとこうディティールの細かいお話って聞くと面白いね。面白いですね。いやちょっと学生にこの本読ませたいなと思ったの。絶対面白い。やっぱりね、博士論文書いてる時とみんなこんな状態なんですよ。もうみんな頭が2つに割れて、俺がどっち行こうかなみたいな状態になってるんで、これ励ましのためにいい本だなと思いましたね。やっぱりこうささやかなところからこうドミノを倒すように奇跡が起こっていくっていうかね、ある日幕を開けたら奇跡が待ってるなんてことはなくて、ずっと暗闇の中にいますから ね、 その果実がちゃんと収穫できるまでは、ほとんどまで突き詰めないとダメなんだなって、そうですね、はい。そして、もう一方、この方ですね、今週もお呼びしました、木村明則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週がもう素晴らしいところで終わりました、はい、いよいよ、はい、いよいよ奇跡のリンゴを産むというのがうまくいかなくて、もう首吊るかどうかですね。そうでした、そうでした。木に向かってロープをかけたという、ロープをこうかけて、もう歌舞伎でいうと一番いいところですね。玉三郎が出てくるみたいなところが、いやさっき伺ったら農家の中でもしうちが農薬やってたら、農薬飲んだらすぐ死んだろうに無農薬でよかったなって思ろくでもない東大の先生でございます。さあ番組続きましょう。項目紹介、はい、こちら特集、リンゴが教える自然と人間パート2ということです。木村明則という生き方、ね、リンゴの話なんでありますが、そのリンゴに沿われた方の人生っていうのは、これなかなかねやっぱりいい味なんですよ。香りがいいんですよ、ね、リンゴを育った方も。そしてその次、山の土、自然から学んだこと。これは実に大きな話です、私たち足元のことすっかり忘れております。私たち土と言いますとなんとなく銀座の土地を思い出しますが、そうじゃないんですね。実に深い、たくさんの英知が土の中にあったということでございます。そして農業指導の今、ライバルおりますよ皆さん。こんな素晴らしい日本の宝を異国に捉えそうになっております。我々しっかり木村さんから勉強しましょう、はい、コマーシャル挟みましてお付き合いください。
無論これは私の言葉ではないんでありますが、実にうまいことを言う方がいらっしゃいましてね、リンゴの話なんですが、たかがリンゴの話なんでありますが、リンゴが一個地面に落ちるのを見てニュートンという人が世界を支配する引力というものを発見したという、偉大な発見ですが、リンゴに関しては実は木村さんの方がものすごい発明発見ではなかろうかという、そんな言葉が本の中にありましたけど、さあそれでは伊藤さんの方からよろしくお願いいたします。はい、無農薬栽培という奇跡のリンゴを長年かかって実現させた木村さん、しかしその苦労は並大抵ではありませんでした。仲間外れに遭い、キャバレーの呼び込みなどアルバイトも重ね、悩んだ末に死をも覚悟しました。その中で自然から学んで夢を実現することができました。その自然は私たちに何を教えているのでしょうか。この物語の主人公はリンゴの木という木村さんですが、木村さんの人生をかけた経験から私たちが学ぶことを哲学していきます。先週の続きになりますが、ちょっともうリンゴ栽培が完璧に行き詰まってしまって、とにかく思いうまくいかない、何年やっても一つも実がならないというリンゴ園を経営なはってて、やがてもう絶望の淵に立たされ、やがてこう岩木山、岩木山に登って、首くくって死のうと、でロープをこの枝ぶりのいい木にかけてという、そこまでだったんですが、これがなかなかロープがかからなかったという、はい、そうです、逃げたんです、ロープが逃げた、手から逃げて雑草がいっぱい生い茂ってる方に飛んでいったわけ。あで探したんですよ、で探した時やっぱり月明かりだったから見えないわけです、そしてどこ行ったかなと立って、そして実際はどんぐりの木だったんだけれども、リンゴの木に私見えたんですよ、ね、山の奥深くにリンゴが、はい、リンゴの木があると、ちゃんとなってるわけですね。いや、なってはいないの。なってはいない、なってはいなくて枝ぶりがいいものだった、葉っぱはついてるし、私の畑とはよ、もう雲と天と地の違いほどの姿であったし、なんでこんなところにリンゴの木があるのかと、そう思って近づいてみて初めて、ああどんぐりの木だと分かったんですけれども、それにそのどんぐりの木にしてもあまりにも青々と葉がなってて、これ全然違うと。それで土の匂い、まず掘ってみたんですよ、手で、でもなんで土にその時気持ちがいったんですか。柔らかかったから。あ、全然違うと。なんて柔らかいんだろう、で手で掘って、で匂い嗅いだ、とは畑の土なんて嗅いだことないわけ、それまで、考えたことなかったんです、一生懸命その木に味噌塗ったりしてたから、もう害虫取ることばっかりでしたよね。土の上だけ見ていたんですよ私。それまでは土にはその酢をかけたり味噌塗ったりはしてなかった。してない、してない。土にまだ関心がなかった、で逆に指導横にあるように雑草は養分をリンゴの木とから奪うから丁寧に刈りなさいっていうのが指導であった。普通そうですよね、農作物作るときの雑草はね、取るのが。それでもう少し生えると刈る、少し生えると刈る、それを繰り返していった、それで山行ったら草ぼうぼうでしょ、誰も草刈りなんてしないもん、それでこの土を再現したらリンゴは実るんじゃないのかと、そう思ったわけです。もう塗る方はもういろんなもの塗ってみて、もうダメだと行き詰まった時に、あ、土があったと、もう一つ突破口見つかったわけですね、で今度なんか答え、これが答えじゃないのかと思って、死ぬことを忘れたわけです、死ぬことに一生懸命すぎて死ぬこと忘れちゃったんですだけどパッと見て土が柔らかいのは分かるとしても、じゃあどこから探そうっていうふうに考えればいいわけです。だって糸口何もないわけですよ、柔らかいだけであって、それは後から何回も来ればいいじゃないかと。2時間半歩いて行ったところにですか、
もう2時間半かかって橋駆け足で行ったら1時間で済むんじゃないのかと。もう実際答えだともう直感したもんですから、絶対これ答えだと、うん、間違いないと。それで帰りは死ぬことを忘れて帰りは駆け足で帰ってきたんですよ。死んでる場合じゃないはあ。もうやっぱりあの土を何とかして分析したいってなるわけです、ね、うん、だけど土の分析の方法まだどこにもないわけじゃないですか。それでいや私の場合はさ、もう例えば分析センターにお願いすると養分がいくらいくらとか出てくると思うの、うん、私は今そんなお金もないし、匂いだけでも匂いとかそういう感触、うん、それで同じものにしたいと思われたわけです、うんうん、それで、うん、土を次の日土をまた山行ったの、はい、そして土を持ってきて、ところがよすぐその匂いがガス化するわけ。あ、だからナイロンの袋に入れて縛って駆け足でまた来て、そのふかふかの独特な刺激臭がある土を持って、うんうん、そして畑の土とまたこう比較するわけ、うん、全然私の畑の土は匂いがないわけ、うん、虫、うん、こんなに虫がいたりする畑なのに、うん、匂いがない、匂いがない、これなんだこの違いだよって。じゃああの、 山は草ぼうぼうだ、今までやってきたのと全く逆をやればいいんだと、草を刈らなければいいんじゃないかと、うん、で草ぼうぼうにしたの、うん、また世間から苦情をもらうのね今これ何やってんのと、こんな状態です ね、 こういいよ、もうさまだまだこれから伸びるんですよ。そうなんですか、春先ですね、タンポポ。本当だ、雑草だらけ、うん、これは本物の蜜を取りたいということで、リンゴの蜜が取れる、農薬の散布されていない畑で本物の蜜を取りたいというそういう、ことで取ってるんです。でその木村さん家のそのリンゴ園の土の改良っていうのは、うん、手始めにどういうところから始められたんですか。まず雑草を生やす、雑草を生やしている、もう多種多様の雑草、はい、だからそこでだから肥料をやるってのに最初からいかないわけですね。それトンボですよ。あ、これトンボですか。蜂みたい、うん、そう、うん、誰でも大きさはさ、はいはいはい、1センチない。これトンボですか。トンボ、こんなトンボがいるんだ。でさ、なんでトンボがって分かったかっていうと、途中で止まるの。ああ、そうなんですか。虫は飛べない、止まれないわけ、はい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 、トンボは止まる、はいはい、そして今度図鑑調べてトンボだっていうの分かったの。はあ、うん、これ虫博士の養老先生とか伊勢田先生がこれ見たら新種がいるかもしれないと思ったねそれ以外のところこんな虫いないですもんね。こんな変わった虫はきっと餌があるから来てると思う、うん、来るわけですね、変わった虫は。でもどうして雑草が生えるといい土になるんですか。根がいっぱい土を耕しているのが山の土だと思ったんです。根っこがどんどん下に行って、根も生えることですか。ええ、でさらにその根っこが何かの菌をこう持っていくわけですか。そうです。さ、後で分かるんですけれどもさ、草の種類によって、雑草の種類によって、みんなそれぞれ独特 の、 ホルモン出すんじゃないかなって私思うの。だからそのホルモンを今度は餌にするバクテリアたちがまた集まってき て、 そして山の生態が保ってるんじゃないのかなと。やっぱりさ、一位もないというよ、さまざまな工夫をするんですよ。もう生活ができない状況の中でよ、そういうのの実験機材は買えないし、支払いもできないし、そうやって土地 の、 その、うん、土そのものをこう変えられていく、そして今度はゆっくりと明るい方角へ行くわけですか。そうです。はそしてその雑草を伸ばしたその土地に今度豆、大豆、はい、大豆、はい、大豆をもらってきて、そしてくず大豆ももらってきて畑にばらまいた、まいたんですよ、はい、そうしたらさ、誰も教えないんだよ、うん、
後ろに鳩鳩よく見てますね。いや本当にどっから誰が教えてきたのか豆だと思ってついてきたの。ジッパにジッパじゃないの何百本も後ろ来るわけよなんで害虫食べに来られるかと思って豆の扉来ちゃうんですねそれで、やっともらってきたクズ大豆鳩に取られちゃった、うん、それで土と混ぜたわけ、はいはい、そしたらあの雑草の中でいくらでも発芽してくるんですよ。あ、うん、で、今度さ、みんなどうしたかというと豆が、芽が出てくると豆がここについてるんですよ、はい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 、あれをさ誰一人踏もうとしないのな家族。ああ、つま先でこう移動してやるわけ。はい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 、いやリンゴはなっていないね。生活はよもうどん底なんだけれども、逆にさあの豆がかわいそうだと。はあ、すごい。ちゃんと畝を作って畑にしてるわけじゃなくてばらまいてるんですよ。ばらまいてる、うん、だからこう、うん、それでもやっぱり踏んづけるのあるわけ、はいはい、そしたら踏んづけられた豆っていうの折れてなければまたその葉っぱが出てるところから新しい芽が出てくるの。それで何回踏んづけられたか分かるわけよ。でもその豆の根は特にやっぱりその根が大事だ、ね、大事だったんですね、うん、根が大事なんですか、うん、根粒菌、ええ、根粒ができて、それの働きを求めたわけ。雑草になプラスして特に大豆の根粒菌とそこでも自然に生えてる雑草の根っこで土を新しく良くしてもらおうと、ええ、そうすると時間短くもしかしたら短縮できるんじゃないのかなと思って、うん、刺激臭があるような土になるんじゃないかと、ええ、そうしてまあ家族はよ半信半疑なの、うん、全てが失敗してるから、うん、もうその時点で10年ぐらいかかってわけですよね、ええ、うん、そしてその2年目の年にいつも8月に枯れ木のような姿のリンゴの木が秋まで3分の1くらい葉っぱが持ったんです。もう葉っぱがバラバラ夏になって落ちたわけですね、ええ、ほとんど枯れ木、バンシーの姿と同じ、うんうん、よその畑は緑に見えるわけ、うん、私の畑は茶褐色に見えるわけな、葉っぱがついてないから、うん、それも8月に落ちてた、ええ、それがその年は落ちなかった、ええ、落ちなかった3分の1じゃあちょっと元気になったってことですね、うん、それで家族みんな大きな変化なんですよ。ダニいなくなった以上の変化、はいはいはい、でも普通3分の1しか葉っぱなかったらそんだけでショック受けそうなもんですけどそれでもゼロからだと大変な進歩なわけですよ。で前の年の今まで の無残な姿を見てる中で葉っぱが残っていくもなってないんだよ、うん、それでも来年に対しての期待、今やっていることは間違っていないという、うん、その自信、自信になったってことです。で、その頃にアルバイトとかもやっとられたわけですね。何でもやりましたよ。収入がね、収入ないから夜になったらアルバイトもされて、はい、でも希望が少し出てきて、もうそしたらよ今までよ虚栄心があったと私は思ってるの。見えで答えが分かったら、そして私の体にリンゴが実らないってことも分かったわけ、うん、私はただのお手伝いさんに過ぎないんだと。あ、自然というものに対してお手伝いをして身をならせようとしている、うん、それまではリンゴの木は私の部下だと、そう思っていたからいたわけ、うんうん、そしたらよ虚栄心っていうのは何もなく なったような気したんだ、うん、で仕事は何でもいい、ただし夜じゃないとダメなわけ、はいはいはい、私にはな、はい、それで最初パチンコの店員、次風邪ひいて休んだらクビになって、そしてキャバレー、HK のキャバレーに、トイレの掃除な、はいはい、あの頃さリンゴケーキで
すごくリンゴ農家の人たち高値安定していたので、夜の火事町、飲み屋街で飲む人が多かったの、はいはい、それで酒場も潤っていたんですよ、はいはい、でトイレの掃除、私キャバレー行って初めて分かったんだけれども、女性がやらないってこと分かったのな。ああ、そうかそうか、そういうところでは女性が商品だから、ね、商品だから、はいはい、それで私やっていたので、他にやって、もしも私にやらせるところないかとごめんくださいと言ったら、みんな一気500円、あ、うん、そしたらあっという間に20件できて、あ、うん、そして朝の4時頃までですか、うわ、トイレの掃除をやって、うちに戻るとまた村の周辺の農家の人たち、農家は朝早いので、うん、挨拶するんだけれども誰も挨拶受けてくれないんですよ、うん、もうかまどけしだからね、だから家へ戻らないでま、うん、っすぐ畑行って、で、はしごの上でよく寝て落ちた時あってその頃にそのバイト先で怖い人に、お客さん入れなくて雨降って誰も歩いてなかったので客引きやっとられたわけです、で、ホステさんたちかわいそうだったの、うん、それで私呼び込みに出て、一歩通行だったのでライトのその歩いてる人の後ろから車のライトが照らされるわけと、どういう人かわからないわけ、はいはい、それで声かけた人がとんでもない人で怖い方だったんですね、だいぶ殴られて、歯がなくなった、歯が、それがきっかけ、そうですですか、今もう火じゃねえかよ誰だってなくなるんだからでも木村さん、葉っぱを生やすために歯がなくなったっておっしゃって、その話が好きだな、これすごい話ですよ、リンゴの歯を守るために、俺は自分の歯、本当ですね、犠牲にしただよっていうのはこれで土の海洋がさまざまな苦労をなはって、はい、で一番最初葉っぱが出た、その次に希望の火っていうのは何だったんですか。そしてさ、これはいけると思ったのは、そして7個花咲いてくれたの、ある畑全部ですよ、あ、全部の中で7つ、一本の木で7個じゃなくて、私ひどい話ですよ、よく考えたら葉っぱ自体がなくなってるわけだから、花に全然到達してなかったんですね、この7年とか8年とか、花が咲かないと実がならないってことですもん ね、 そうですね、もう花咲かせる養分がなかったんで、力が木になくなってしまったんですよね。虫は一生懸命取ってたけれども、木に力がなかった、だからこう触るとさ、あ、このくらい太い木でも転びそうにあったもん、はあ、もうじゃあ根っこもなくて、もう枯れる寸前な、まあ確かに枯れていた木もありました、でもそこから盛り返すわけですね、そのリンゴが主役、今度は主役となって、本当に7つ咲いた年はそれは実ができたんですか。いや、ここ虫に食われて虫がもう首絞めたくなるな農薬撒きたくなるよな2個、うん、ちょうどさ、ピンポン玉よりも小さかった、2個ですか、でもできちゃったわけですね、でも間違いなく実ったの。木村さん、そのやっとたどり着いたピンポン玉級の2個ってお食べになりました。家族、あの頃はさ、親父みんな元気だったので7人でピンポン玉ちっちゃいやつ超うまかった、超うまかった、美味しかったんですか、そんなちっちゃいのに、無農薬を開始して何年目の2個の収穫ですか。それはさ、何年なのでしょう、あるは、11年目か、その畑をやってから、うわ、全部の畑やってから8年か9年目ですね、ピンポン玉が2個2個
2個。それを家族全員で割ってという。でも気持ちとしてはものすごく大きなこう上り調子、前進ですよね。前進だった感じあるわけですね。もう急加速ですよ。あ、さあ皆さん、お待たせしました。2週半かかりましたが、1週半かかりましたが、ようやくリンゴが2個実りましたんで、もうすぐこれになりますんで、まだ2個ということでですね。でも話を聞いておりますと、なんとなくなんか旧約聖書のノアの箱舟の話を聞いてるようでね、生き物たちがいっぱい木村さんとか集まってきたり、それから絶望かと思ったら鳩がバーッと集まってきたりね、なんだかこう現代の神話という感じですが、はい、2個実りましたんで、この大きさになるまでもうちょっとでございます。コマーシャル挟みましてその続きを。8年から9年の歳月をかけて、木村さんちのリンゴ園にピンポン玉ぐらいの大きさのリンゴの実が2つ実ったというね。もちろん商品にはなりませんで、これが木村さんゆっくりこう商品になっていく、これはあの手がかりとしてはどの辺からですか。さ、その次の年、はい、今度畑一面に花が咲いてくれたんですよ。その7つだったのが今度一面に咲いて、翌年は全部花、全面ですか。はい、うわ、感動しましたよね。信じられませんでしたよ。はあ、でそれは無事みんな実になったわけです。ところがさ、久々に見る花だもんで結果できないわけですよ。ちょっともったいなくてもったいなくて、詰めない詰めない系ですね。はあ、全部鳴らしちゃったのね。間引かないと大きくならないんです。そうなんですよね。とピンポン玉くらいのリングがもうずらーっとスモモのようになったわけ。昔のリンゴ畑です。すごいな。はあ。でもそれはあの自分で歩いてお売りになるんですね、そのちっちゃなリンゴ。それからその次の年です。少し大きくなった。その、 ピンポン玉このスモモみたいなリンゴは、誰も買ってくれる人がなくて、で畑全部からその年、さ、全部ジュース用の加工リンゴに、持っていきました。そしたら加工リンゴに入れ物があるんですよ、メッシュで。そのメッシュからリンゴが出てくるわけ。 あんまり小さいから。それでもその年の売り上げが確か2万5000円くらいだと思いました。1年間の労働の果ての収入がですね、それでも嬉しいんです。そしてその次の年からも摘果して、そしてこのリンゴもある程度、このリンゴの大体3分の2くらいの大きさかになりました。でも誰も買ってくれる人がないの。あ、やっぱり大きくてね、綺麗なリンゴばっかりに私たち目がね、行っちゃったりしますからね。そして今度はあちこち売りに歩くんだけれども、そのリンゴを見るとさ、どっから拾ってきたのとか、あんた他の畑から取ってきたの、盗んできたんじゃないのかとかよ。まだ無農薬っていうだけで売れる時代じゃないですよね。まだ80年代ですもんね、この話は。そうして言われて、で大阪へ片道切符で行きました。でそこで教えて、やっと私のところに2人のお客さんが来て、1人の人が買ってくれたんです。それが今も続いてるわけです。最初のお客様がまだ、最初のお客様。そしてその方がこう口で伝えて歩いて少しずつ広がる。そこからですか。はい。はあ、人徳くんな。すごいですね。良い番組を作るためには視聴者の方一人いれば大丈夫なんだな。やっぱそんな風に思わないとダメだな。本当に、はあ、そこから木村さんちのリンゴ伝説のレジェンドが始まるわけですね。はい、ですから今こう私もこの通り60になってみたらさ、親子2代にわたってるお客さんが随分多いです。うわ、はい。でもちょっと忘れられない味ですもん ね、 ね、 さね、先週いただきましたら。評判が耳に入ってくると木村さんも
励みとかやっぱりすごい喜びなんでしょうね。いや嬉しいです。美味しかったっていうのは、嬉しいです。で、あの頃は小さかったねとな、はあそうか、そしてまずくてあの塩つけて食べたとかさ。うわ、でもなんでそのお客さんは塩つけて食べなきゃいけないリンゴのままでまた来年まで期待かけてくれたんですかね。いやわかりませんな、なんか出会いがあったんですか。いや全然会ったことない。ああそうなんですか。ええ、そうお手紙とかだけで、一度も会ったことのない人がほとんどです。あ松本さん何かあるんだろう、何かありますよね、きっと何かがずっと記憶の中でに灯り続けるリンゴの何かがあったんだよね。なんかこのリンゴに期待かけてみたいっていうふうに作っておられる方だけじゃなくて、食べる方も思うのかもしれないですね。何かを感じる。今目の前にあの木村さん家のリンゴでありますけども、さまざまな今商品化がされておりまして、本当にその、小さなリンゴから始まった木村さん家のレジェンドリンゴが今はもうどんどん商品として広がってて、そしてこれ木村さん一番最初はやっぱりあの東京あたりのレストランのシェフたちから木村さん家のリンゴの優秀さがゆっくり広がっていくんですね。はい、そしてまたさあの私を地元 の, あのシェフがあの何とかしてこの男を見出していきたいとそう思って、どうしたらこの男の作るものを利用していけるかを考えて、そして生まれたのがそのリンゴスープなんです。これ今出てますね、あのポスターがね出てましたけど、はい、いやいいよね本当ね。で初めのさ5年間はまずくて食べれなかったのそして私の知り合いに送ったら名前がいいねって返事来たのちょっと手に取ってみましょうか。あごめんなさいね、これあの本当にこれあの先行投資ですけどやっぱりすごい商品だと思うんですよね。あのリンゴを作っている方の顔そのものが商品に、こう貼り付けられて貼られて、ね、あの販売されるっていうのはもう日本でもう初めてのぐらいのことでしょ。走りだったんですけど、走りだったんですね。いやでもあのやっぱり松原先生農業の憧れってこれだよね。まあそうですね、生産者とかって言うけど作った人がまるでこうほらミケランジェロとかレンブランとか描いた絵にねサインするがごとく農作物に作った方のこうなんかサインがしてあるっていうのはなんかものすごくとても大事なことのようなね、まあ、トレーサビリティとか言いますけれども、でも実際ただどなたが作ってるかをこう探り当てるってだけじゃなくてやっぱり誰が最後に食べてくれるのか、誰が作ったのかってやっぱりそれ物作ってる人は知りたいですよね。知りたいですね。それは全ての作物が同じだったら別に構わないのかもしれないけど、一人一人違うものを作ってるんで、それはあの工芸品でも同じものを作ってるんじゃなくて一人一人がちゃんとした陶器作ってれば誰が使ってるか見たいじゃないですか。いやちょっとさっきねあのスタッフの一人が言い始めたんだけど、最近の果物の気持ちの悪さは外れがないっていうね。全部同じ工業製品と同じなんですね。そうさそういえば昔スイカって博打だったよね。はい、何回も叩いたりとかして叩いて確認してでそのことを生産者の人はしなかったんだ、つまり外れでおしまいだったのよ、消費者もおっとりしてて、で俺には体験がないけどそのことを昔当たり外れがあったから果物っていうのは、そのなんか当たればすごく嬉しかった、外れれば無念だったけど、でもそのことを恨みに思わなかったし、だから俺は自身も体験ないけど、あんまりスイカが青いと持っていくと意地で変えてくれる八百屋さんがいたっていうのよ。はあ、その目利きを売りにしてるってことですね。そうつまりあのそういう人たちの存在があって、実は俺たちはとても幸せに果物とこう付き合ってたんじゃないか、それがやっぱりどっかの大きな国の農業のねやっぱり影響のおかげで効率的に同じものができる生産品になってしまった。だから木村さん家のリンゴがあまりこう美味しくない初期の段階でも、ちっちゃいリンゴを食べながら砂糖をつけてのも食べながら希望があったんでしょうね。そうでしょうね。でも面白いですね、そのなんかリンゴの個性があったんでしょうね。でもその大きな国っていうのは例えば水耕栽培ってやったらその水の中に肥料をまいて
水の中で全く同じ質のトマトができたりするわけでしょ、はいはいはい、で牛にしたって朝体重測って夜測って体重が増えるのが少なければまた注射打ったりしながら、うん、ほとんど工業製品として牛も作ってるわけですよね、うん、だからやっぱり農薬を使ってるタイプの農産物はこれはあの化学工業であるということを木村さんおっしゃってるんですけど、やっぱり工業なんでしょうね、あれは。私そう思います、うん、ええ、でもさ生き物なんです、リンゴも、生きてるんですよ、うん、ええ、今も呼吸してるんです、うん、ええというのはさ、このリンゴの点、果点というんです、はい、あ、はいはい、ええ、このポチポチポチって、ええ、ね、ちっちゃいのありますよね、はい、呼吸室、口なんです。あ、そうなんですか、ええ、ですからあのこうしている間も呼吸してるんですよ、まだ生きてるわけ、もいだ後も生きてる、ええ、覚えておいてください、この白い点は口で呼吸してるそうです、ええ、これがないやつはだから死人に口なしで、そうですね、死んでるか。でもあのあれですよね、生き物っていう意味で言えば木村さんご本を読んだらその声をね、リンゴの木にこうかけてらっしゃったんですよね。もうさ答え何もない、固定何もないもん。だからあの初めはさ一個でも鳴らしてくださいとお願いして歩きました。 リンゴの木に鳴らして、リンゴの木にお願いしますと。一方でさ、だから4日かかったんですよ、畑全部回るのにお願いして歩くのに。リンゴの木に味噌塗ったり酢塗ったりしてその後話しかけてお願いしますとか言ってるからかなり変わった光景ですよね、うん、そして今度鳴らないわけですよ、うん、だから今度枯れていくでしょ、枯れていく木が出てきたわけ、はい、そう、それ見たらよ、もうならなくてもいいから枯れないでくださいと。うわ、ないな、そんな。いや、ただね、その木村さんのお話を全体で伺っていると本当に面白いなと思うのは、あの前にちょっとゲストの方に来ていただいて、お医者さんに来ていただいて、医療、特に更年期障害なんていうのは、はい、その部分部分で見ても案外ダメで、トータル見なきゃいけないと。で木村さんもご本であの百姓ってことは100の仕事なんだっておっしゃって、はいはい、やっぱり土も見なきゃいけない、場合によっては声もかけなきゃいけない、ね、患者さん見るようにやっぱり全部やんなきゃいけないんですね。健康も見たり、一方通行 の会話だと思うんだけれども、やっぱりあのおのずとあの自然に出てきたわけですね。それ患者さんに話しかけるように、ええ、そう全体をどこ悪いのって見たりするようにして話しかけるわけですか、ええ、それよりあと対策がなかったんですよ、そうじゃなかったわけです、ええ、ただ不思議なことですけども、そういうことが実の人生の中にあるんですけど、ご本の中に紹介されてますけども、あんまりこう隣と近いところの木は、ね、木に向かって喋りかけてるとちょっと変になったんじゃないかと思われちゃうんで、声をかけずにいたら綺麗に声かけなかった木だけが枯れたっていう、82本枯れました、はい、声かけなかった木だけ、まだよ、仲よ、隣の畑の人がさ、いや隣で誰と話してるんだと聞こえてくるわけ、はいはい、やっぱりいけないわけよ、はいはい、でもだいぶ大きな声で声かけてたんですねでもこのくらいの感じですよいやでも静かなとこですからね、テレビのスタジオと同じ音量で話せばそれは相当響きますからね、はあ、でもその話はあの私たちがいつも切り捨ててる話なんですよ。でやっぱり木村さんのように農業、リンゴを育てるって家庭の中でね、ちょっとこうファンタジーかもしれないけど、はい、でもファンタジーでかもしれないけど、木を枯らしたっていう事実、声をかけた木は頑張ってくれたっていう、それはなんかね、私たちがやっぱりこうなんだかこう、うん、切り捨ててるものをちょっとこう思い出させてくれるようなね、はい、深くていいお話だなというなんかそういう気が、僕はあの一番驚いたのはあの木村さん自身が書かれた本の中で、どうも私たちが持ってる常識ってのは全部耐えろと大変なことになるぞ、例えば皆さんあの中学校高校なんかで生物の時間に教わったその植物の三大栄養素、窒素リン酸カリ、これもちょっと怪しいんじゃないかっていう、そう思ってますね、僕はかなりその話は衝撃受けましてね、というのは私はさ、あの私あのこの栽培をやってから自分リンゴの木、もしも私がリンゴの木だったら、もしも私がいいねだったら、
もしも私がトマトだったらこんなところ好きだろうか、こんなところを望むだろうか、そうか置き換えるようになったんですよ。それが私は肥料であり農薬だと思うんです、その気持ちが。それで私お手伝いさん役に徹したわけです。肥料とか農薬もらうよりも草が育てた土の中で栄養もらった方がいいだろうと、その気持ちになるわけですね。ですからその掘ってみて山の土、はい、50センチ掘って温度違いどれくらいあるか、畑の土温度掘ってどれくらい違いあるか、そういうのを調べてみるとさ、畑の土と山の土温度が全然違うのを気づいたわけです。そしてまあこれ私今海外日本教えて歩いてるんですけども、はい、まずは温度を調べようと。土の温度、ね、それやっぱり微生物が温度を出したり。そうなんですよ。している。山の土は50センチ掘っても温度が一定なの、違っても1度か2度。かなり暖かいわけです、ね。ええ、それは固まっていないし人為的なものが入っていないから、結局バクテリアたちが活動しやすいから、その呼吸熱じゃないかなと私は思うんですよ。昔よくなんか落ち葉かきするためとくと、そこをすごい暖かく湯気が出てたりとかしてましたよね。ああいう感じなんですかね。で今肥料の薬を使うのが当たり前、それに産業効率を考えるため、どんどん大きい農機具が土を土の上を歩くわけですよ。それが踏み固めちゃうわけですね。少し作物にとっては大きな支障になってるんじゃないのかと。もしもですよ、私のこの手を足でこう踏んづけられると痛いでしょ。植物の根も同じじゃないかなって私は思うんですよ。どんどんこう冷え性みたいに土が冷たくなったり砂みたいになったりして、一生懸命生えてる根が寒いわけですね。そうなんですよ。測るともうわずか10センチ掘っただけで7度も8度も違う。そんなに違うんですか。ええ、そうするとさ、植物だってかわいそうだよ。そう思う。何かよ、同じ生き物同士っていう感じにこう変わってきたんですよ、私が。気持ちが。ですからこうして教えに歩きながら、必ず優しい言葉を、ねぎらいの言葉を話せよと。その木村式自然農法、ここである程度確立されたものを冬場に伝えてもらえるわけですね。その中でそういう気持ちまで教えていると。よく頑張ったねとか。そうなの。なるほど。お手伝いさん役に徹しようよってな。そう思いました。そう思って、まあ、歩いています。あまりにもやっぱりね、人間がこう農業ってね、やっぱり絶対ね、はい、アグアっていうぐらいだからね、水に即したやっぱり非常にこう自然の大きな法則に従って成立してる産業なんだけど、やっぱりこうあまりにも手がかかりすぎた、人間の手が入りすぎた、それでこう少し歯車が狂ってるんじゃないだろうか。僕はご本読んでて、窒素リン酸カリって三大栄養素が必要なんだっていう、はい、木村さんがその窒素は認めるけどリン酸カリっていうのはちょっと錯視行為ね、行為じゃないかっていう提案がなってて、やっぱりギクッとしたのね。我々はこうあまりにも数値を求めすぎるでしょう、メタボの腹回りだってなんだか最近ちょっと危うくなってきたろ。なんか日本だけですよ、あれやってんの。どうもその数値化すると安心するとか、から栄養素を決める、それから必須の栄養を決めてしまう、なんかそういうことがこう逆にこうなんかこうナチュラルではなくなってくるとか、そんな単純なもんじゃないっていう仮説に過ぎないのに、仮説の方が正しいから現実をそれで逆に切り取るみたいな、そういう話になっちゃってるんですよね。ちょっと木村さんの話離れちゃうかもしれないけど、旅が多いもんでこう日本の野原をね、これでももう40年ぐらい見て歩いてるの、田舎町コンサート行ったりするから、でこうやっぱ視覚から入ってくるものでね、旅すると分かるけど、昔ほらキリン草というかセイタカアワダチ草っていうのが空き地にはものすごく
伸びてたでしょ、はい、あれがね旅してあると最近少なくなってきてる。すすきの野原がセイタカアダチソウにやられちゃってすごくすすきが少なくなってたんだけど、うん、最近すすきが箱根方面でも多いような気がしてきたの。ある人から聞いたら植物も戦うんだって。セイタカアダチソウってのは手面を増やしたいから木村さんおっしゃったように根っこから少し毒素出すんだって。それで一掃するんだけど最初は日本のススキが負けてやられてたんだって、はいはい、どっから大和地方かな、奈良の、はい、あそこあたりから号令がかかったらしいのよ、ススキに対して負けんじゃねえっていうね、うん、アメリカからっつったらせよ、あたつのが負けんじゃねえよあの野郎落ち返せっていうので、今だん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 ススキがね頑張ってな今増えてきてる。今度皆さんの周りをよーく見てください。でセイタカアダチソウって昔ねもう本当にこう死体を投げ込むには最高の雑草でちょっと言葉乱暴だけど非常に不気味なイメージ。ところがそのセイタカアダチソウが最近どんどん低くなってきてる。やっぱやつも反省したらしいの、アメリカから戦後来た、低くしてそうそうちょっとま態度でかいと普天間の基地問題みたいにあんまりでかい顔すると嫌われちゃうガムに行く羽目になっちゃうぞみたいな。いやそれはね40年かけて最近秋がちゃんとすすき色になってきたことで、植物たちも決して生死の状態ではなくて木村さんおっしゃるように、うん、国の命運をかけ て, かけ て, て野原の色合いをかけて、うん、彼らも懸命に戦ってるかと思うと、木村さんご本人もその相手をやっつけるために自ら自分の葉っぱに穴を開けるって言うんですか。あれはいや感動しました。本当にさ私もさ最初は虫が食べたのかなと。そうですね、普通そう思いますね。これちょっと具体的にお話しますね、はい、ちょっと待ってくださいね。葉っぱがあってそこにきれいにある季節穴が開くんですって、うんうん、でまた虫が出たと思って虫博士の木村さんすごく警戒なはったんですけど、じっとそれを観察してる、はい、実はそれはさ病気になった患部を自らの歯が治療して落とした穴なんです。そんなことできるんですね。これ実際嘘だろうということで地元弘前大学の学部が実際菌を塗って試験しました。そしてまさしく起きているということが分かったわけです。健康なリンゴの木というのは自ら治療する力があるんです。そして僕は驚くべきことにその幹部をスポッと落としたら新芽で同じ面積だけが生えてきて、そう、まるでさプログラムが組まれているような感じ、はあ、数学計算やってるんじゃないかと思う、はあ、うん、そこを補うとな。これに気づかれたって今の話分かります？葉っぱがあって幹部病の部分を落とした、うん、でその脇から新芽が出てくる。よく見ると抜いた部分だけをきれいに補う新芽が脇にくっついてるっていうすごいことですね。さあやっとリンゴまでたどり着きましてもういいか、ね、でもやっぱりもうつきませんねこのリンゴをめぐる長い長い物語。でもまあ木村さんいろいろ講演しておられてお弟子さんも全国ツーラーだとおられるようですので、木村農法でできるものを身近で食べることできるかもしれない、ね、新しい日本が生んだレジェンド、アップルマークのコンピューターでもなくレコードでもなく木村さんちのアップルという虫マークですね、虫マークですね、害虫と仲良くするこのリンゴ、まあ、我々も応援しつつね、なんかこうリンゴの長い物語を、ね、自分たちの人生人生にもちょっとねこういろんな教訓がある。でもリンゴの葉っぱになってえな、ね、ちょっとこの辺とかな胸焼けがあと自分で落とすとかそういうのいいよな大変長い日誌になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。